はい、速稼塾の久保でございます。まあ、プレセールから体の絵だとお付き合いしていて、上場が伸びたことにね、不満を持ってですね、やっぱり詐欺だったんじゃないかなというふうに食ってかかった時もありました。しかし今体の絵だの、まあ、勉強をね重ねる中、そして価格の変化を見る中で、私は本当にね、体の絵だに初期に関われてよかったなと思ってます。プレセールでも第2プレセールで購入したわけなんですよね。第1プレセールの時は警戒して私は買いませんでした。まあそんなね感じなんですよ、私もね。でも今は本当にステーキングも始まってよかったなと思ってます。でステーキングにも慎重な姿勢を見せまして、私がステーキングに参加したのはステーキングという制度が始まってですね、半年後のことなんですよ。ですんで今年になってなんですよね。そしてそのステーキングを半年ほど迎えまして、今ねステーキング報酬が、8775枚で、これに現在価格327円をかけるとなんとね286万円という含み益になってるんですよね。まあこれに関しましては課税というものもありますんで、そっくりそのまんまどうにかなるものではありませんけども、まあでもね、こういうふうな含み益が出ていることと、あと体の枝の本元の方はね、それとは他にありますんで、この826万半年間で1年にすると今の価格でまあ5、600万になるわけなんですけども、このお金ってのは例えればコップに水を注いでこぼれた部分なんですよ。だからコップそのものに溜まった水ってのはそこにあるんですよね。でこれからはね、こういうふうな感じで投資で、まあ FX でもそうですけど、元金ではなくてこぼれた部分を少しずつ使っていくなり、さらにそれを複利にしていくなり、他の投資案件に突っ込むなりっていう風にしていって、防衛しながらの攻撃をしていけるんじゃないかなと思いますね。もちろん体のエラーだけではなくて、ビジネスがあったり他の投資があったり FX があったりという形でポートフォリオはしっかりと組んでいかなければなりませんけどね。で今日お話したいのはね、ある方からご相談いただきました。体のエラーを、まあ、少額保有していて、ステーキングによるリスクを恐れてるんですけども、いや私も気持ちわかります、はい、気持ちわかりますけども、まあやってみてください。体の枝が置いてある場所は変わりません。委任という紐付けをするかどうかだけが変わるだけなんですよ。で実際体の枝を委任してみて、それでどうなるかってことを確かめてみるのがいいんじゃないかなと思います。まあちょっとね怖いのは分かりますけども、もしご自分の保有している体の枝が少額だったらね、トライしてみましょうと私は言いたいです。ただどうしても不安ならまだ様子を見ておくことはできると思います。はい、ですんでね、やっぱ何をリスクと感じるか、何をチャンスと感じるか、これはね個人差がありますので、私の思っているリスクとチャンスを押し付けることはありませんが、実際にお金を稼いでる人がやってる行動に近い方が結果も出やすいんじゃないかなと思いますし、お金が作れない人の行動を真似する、もしくは今までお金がねなかなかできてなかった人生をまた繰り返すようでは、ちょっとまあ先は見えないのかなと思いますんでね、不安要素、不安に感じる心をどういうふうに取り除いていくかっていうのは、新しい行動をしてそこで一つの結果をつかみ取る、それを繰り返すしかないと思うんですよね。そして思わず自分の考えてないような嫌な結果になった時は、一刻も早くそこから抜け出す手立てを自分のカードの中にねどんどん増し加えていくこと、そのためには勉強を繰り返して知識を蓄えて多くの方と関わりを持っておくことになると思いますけどね。はい、ということで本日は体の枝について私なりのお話をさせていただきました。メッセージ届いてますか？それではいってらっしゃい。